大体目安けてね、中心に書いて。ちょっとね、私ね、言い訳じゃないんですけど、ちょっとめまいするんですからね。少しね、頭がボワンとしてます。まっすぐにやって、さっと入ります。ちょっとお風呂上がらせるね。少し練習させてくれればいいね。開いて閉じて、この月、この月は反動です。反動でいきます。まだつけないで書いていますからね。すごい線だね。こっち行くときなんか墨が出てくるんですね。不思議だね。よく続くね。こうひねりを入れながら。え？もう一時だね。なんとか。少し押しすぎたから今度書いたら見れないかもしれない。最初やっぱり緊張したんだね。転接をですね、しっかりと見せる。でも転接でちょっとこう押さえすぎると硬くなるので反動です。
こも墨はつけないで描いた方がいいかもしれませんね。先がね、乱れても紙の上で直すという、そこまでいくと、もう黒ですね。漢字も紙の上で直しますもんね。こういう月をね、なぜ月があるかって言ったら、月がないとダラダラと流れてしまうでしょ。それで月があるということです。そこでメリハリつけて強く見せていくというよくね、月とか当たりとかっていうんですけど、それがね、きれいにこの出るように部分の練習するというんです。もう全てが月で決まりますね。ちょっと震えてるね、だらしでね。ちゃんとリズムで、やっぱりスピード感も必要だし、スピードつけるとね、筆が立ってきますから、もたもたしてる。